あとですね、もう一つ根本的な、うん、あの疑問がちょっとありまして、うんうん、南無妙法蓮華経は、南無妙法、まあ、我々は南無妙法、南無妙法蓮華経は、うん、誰が作ったというか、うん、編み出したというか、うん、何ですか、うん、あの法そのものには名前はないわけだよ。万有引力の法則って言って、そういう万有引力の法則っていうふうに降ってきてはないから、うん、名前がないじゃないですか、そもそも、うん、法そのものに名前を付けたのが仏って言うんだよね。だから妙法蓮華経っていうのは漢語だから、インドで言ったらお釈迦様がサダルマ・フンダリカ・スートラムっていう、これこそがその根本の法則なんだよっていうふうに、まあインド語で言ったわけですよ。何の妙法蓮華経ですか？サダルマ、だってサンスクリット語で言うとね、うん、だって南妙法蓮華経っていうのは、うん、そもそもはインドに存在しない言葉じゃないですか。そうですね。で、仏教はインドは発祥なのに、うん、なぜ妙法蓮華経っていう漢語を使ってるのかってことになるじゃないですか、うん、だから本当の意味で言うと、あの原点に忠実に言うとサダルマ・フンダリカ・スートラムなんですよ、うん、それが訳してみると妙法蓮華経に見事な訳をされたのが、あの熊羅寿っていうことね。熊羅寿っていう、熊羅寿、うん、どういう方、この方はバイリンガルなんですね、うん、あのインド系の出身なんだけど、うん、漢語に非常に長けてた、うん、なのでインドのお経典を膨大にこう訳した人なんです、うん、しかもそのこれ結論から言うと、結局自分も修行僧ですから、学者じゃないから、当時の薬教僧はね、自らも修行していく中でのその到達した境地ってのがあるわけだよ、うん、そこで今から考えると、その、釈尊と本当に等しい境地まで到達してる薬教僧、熊羅寿が、その、サンスクリット語を漢文に訳していった。その中には相当な意訳も入ってるんですね。原点はそのまんまじゃないんですよ。だけど、後々から見ると、これこそがお釈迦様の到達した境地を見事に漢文に漢語にしたっていうことで、大勢の方々が熊羅寿訳を使う。そこで初めて妙法蓮華経っていう言葉になったんだよね。じゃあ例えば、うん、その妙法蓮華経っていうものが、うん、そのインドの広まっていく中で、うん、サンスクリット語が変化したと考えればいいですか。まあ、あの転写されたってことだね。漢語に転写された、うん、転写された、うん、なるほど。で、その、うん、南無妙法蓮華経っていう言葉が、うん、釈迦が、うん、法華経の中で、うん、言ってる言葉ではないですよね。言ってますよ。法華経自体はだって、サダルマ・フンダリカ・スートラムとか大門になってんだもん。妙法蓮華経、法弁本第二とか。つまり、うん、じゃあ、法華経っていう言い方と、うん、南無妙法蓮華経はイコールと考えれば、ああ、妙法蓮華経と法華経はイコール。妙法蓮華経。うん。法華経というのは略語。妙法蓮華経というのは正式名で。なるほど。うん。法華経というのはそれ、端折ってあったんですよ。法華経って。そういうことですね。そうそうそう。これは本当にね、あの、きっと言いづらかったんでしょうね、しょっちゅう。妙法蓮華経が正しいよ。妙法蓮華経。だから、法華経ってこういうふうに、略語。ナムって本来、うん。帰依しますとか、そうそう、崇拝し、そうですね。そういう。はい。奇妙をする。ってことですよね、うん、そこに何があるかないかということに関しては、うん、当然あのこの世の中でも普通に行われていることだと思うんですよ、うん、例えばあの豊田とは言われないじゃないですか、豊田さんって言われるじゃないですか、うんうんうん、その三と同じようなものみたいな、それが例えば様とか、あ、それが何ってこと、うん、っていうのは全然違うんですね。全然違う。これはね、この妙法蓮華経と南妙法蓮華経の、この、どうして違うのか、どう違うのかっていうのは、相当これは深い経学でね。で、いろんな解き方がある。いろんな解き方があるけども、一つ言うと、まずその根本の法であるところの宇宙そのものが存在している一番の根本の法は妙法蓮華経なんだと。で、そこへ、我々は命そのものをこう起業することによって、いわゆる合体化させていただいて、我が胸中に宇宙根本の方の全ての働きを開いていくと、うん、そういう意味のナムっていう意味が一つありますね、うん、なるほど。
それから もっと深いところで言うと、実はこの究極までずっと宇宙を突き詰めていくと、ただの法だけじゃなかったんだと。実はその法そのものが久遠の仏様そのものだったんだと。っていうところに到達するわけです。もう一度言ってください。法だけが単純にね、存在していたんじゃなくて、法というのはそのまま、仏様即法だったんだと。根本物のね。根本物様はそのまま、その存在、生命そのものが法であり、して人であり。っていう、こういう境地が究極の存在の底辺だったんだっていう。まあ、ここはもう悟るしかないんだけど、我々も。一応、教学上そう言われていて、そこから読むと、南無法蓮華経っていうのは、実は久遠の仏様の境地を表された一言だと。まあ、その名前だと。要は、起業しているのは我々が仏様に起業するっていうのは二段階目で、本仏様自体が法と命が一体化してますよ。だから、その姿を一言で言えば、南無法蓮華経っていうお姿なんだよ、という解き方がもう一つあるんですね。なるほど。他にはね、まあいろいろですよ。ここの南無法蓮華経を解釈して出すと、もうそれだけで膨大な経学が。わかりました。うん。あと一つですね。